ニューヨークのイエローキャブタクシーとは旅客が旅客自動車の運転手に乗車の申し込みを行い個別契約で旅客輸送を行う公共交通機関及びそのように供する車両等である通常旅客自動車が法令違反にならない場所を目的地に指定できる一般的に自動車が用される離島などでは船舶の場合もある詳細はハンサムキャブ ハックニー・キャリッジを参照17世紀のハックニー・キャリッジの大型四輪馬車。画像はワルダー・ギルビーのアーリー・カリッチス・アンドローズから。馬が移動交通手段の中心を担っていた時代では、馬車は人や荷物の輸送手段として多く、用られていた。馬車を所有する者の,の中には運賃を収受することで収入を得る者が現れ、タクシーの原型が作られた。日本では、 江戸時代からの加護や明治からの人力車などが主にその役割を担っていた。駅や空港、公安、観光地、市街地などに設置されたタクシー乗り場から乗車することができるが、電話やインターネットなどで指定場所に、ゲイ車で呼び出すことも可能である。高級ホテルやレストランなどにはタクシー乗り場があり、利用者の求めに応じてタクシーを呼び出してくれるサービスを行っているところも、 ある。また、日本の大都市では、タクシーが空車で走行する流し営業が行われており、その場合は、空車表示で走っているタクシーを見つけ、タクシーに向かって挙手することで乗車が可能である。運転手に地名や使用建物名称などを告げると、目的地に向かう。旅客が運転手に、所定の場所までの乗車の申し込みを伝え、 目的地に到着し旅客が運転手に運賃を支払うことで個別輸送の契約は完了する。2009年にアメリカで顧客がインターネット予約システムを利用し、一般タクシーは元より登録している一般車両を呼び出すウーバーに代表される新しいシステムの構築が始まり、2014年12月31日現在、世界で約200万人がウーバーを利用するなど、 急速に普及が進んだ。なお、日本では無許可で乗客から料金を得て旅客輸送を行うことは法令により白宅行為であるとして禁じられている。世界的な普及が拡大する一方で各国で既存の規制等との圧力が生じているほか一般社がサービスを提供することに起因する犯罪も問題視され始めている。世界的には タクシー運賃料金についておよそ2種類ある。一つは走行距離や乗車時間から運賃を自動的に計算するメーター性。もう一つは乗車前に運転手との運賃交渉によって料金を決める交渉性がある。メーター性日本の場合、車内に料金メーターがあり、走行距離や時間に応じて事後料金が加算される運賃システムである。初乗り運賃があり、 規定の距離を超えるか、一定時間を超えた場合に、事後料金が加算される。降車時に表示されているメーター料金を、現金やクレジットカードなどで支払う。公平、明瞭な料金収受方法であり、交渉制の国以外では、標準的な方式である。交渉制乗車前に運転手と交渉し、料金を決める方式。メーターの設置費、維持費はかからないが、 交渉力の差で料金が変わってしまうため、公平性、明朗性に欠ける。発展途上国にこの方式のものが多いが、例えばアメリカであってもニューヨークなど一部の大都市を除くと比較的多く見られる。これはメーターの正確性について公的な担保が得られていないことが一因と思われる。日本でも円卓という営業形式があった。一部の国では チップの概念があり、提示された料金よりいくらか上乗せして払う慣習がある。ヨーロッパや北アメリカの国々では料金の10%から15%程度をチップとして上乗せして支払う。他の国では釣り線波数に当たる金額を運転手に渡したりすることでチップとする場合もある。運転手はチップを受け取れることで乗客に満足してもらいたい気持ちから 旅客の荷物の積み下ろしといったサービスをすることがある。指定の場所に旅客を安全に輸送するため、運転手には安全運転の知識、技術の他に、自分が営業する区域の地理知識が必要とされる。近年では、カーナビゲーションシステムの利用により、遠方への輸送が可能になっている。国、地域によっては、タクシー運転業務に従事するのに、特別な資格、 免許などが必要な場合がある。営業に必要な運転免許証や資格要件や、車庫設備がなく自家用車などを用いて違法に営業する、タクシーを白タクという。空港や大都市中心部などでタクシーを利用しようと、している人に声をかけ、乗車後に高額な料金を請求したり、金品を奪われたりする場合がある。白タクの、白は、日本において、 正規のタクシーのナンバープレートが事業用を表す。緑色なのに対して、自家用車のナンバープレートが白色であることに由来する。これは法令により定められている。特筆例として、日本では深夜時間帯などで女性がタクシー乗務員としてに従事していることが挙げられる。これは、日本の治安状況が良いという事情によるものである。諸外国においては、 男女平等が徹底している欧米先進国においてもタクシーの運転に関しては女性の寝室はほとんど見られない。なお、台湾においては夜間に女性が安心して乗車できるよう女性乗務員のタクシーを呼び出すサービスを行うタクシー会社もある。ロンドンのハックニーキャリジーあるに4度ダン型の乗用車が使われるがロンドンタクシーなどのように専用車両が用いられている。 例もある。また、ニューヨークのイエローキャブに代表されるように都市ごとに統一された塗装が施されている場合と、日本では同じ都市内でも塗装色が異なる場合がある。後部座席のドアは、運転手が乗客に代わって、運転席から開閉するドアを採用している国がある。このドアの仕組みをタクシーに採用したのは日本が世界初であり、本来の意味とは違うが自動ドアと呼ばれる。 初期のものは完全な手動であり、人力で開閉されていたが、不厚屋を利用してドアを開閉するのもある。スライドドア式の車両を中心に電動のものもある。現在の香港のタクシーでも同じ仕組みが用いられている。詳細は、日本のタクシーを参照日本では、複数の登録乗務員と許可を受けた複数の営業車両で営業する法人タクシーと、 経営者と運転者が同じで一両のみ、営業運行をする個人タクシーに分類されている。アメリカ合衆国1970年代後半から80年代にかけて、プジョー504、505、また1990年代後半には、イスズオアシスのバーチエンジニアリング車が採用されたことがあるが、耐久性の面で難があったことからいずれも早期に廃車となった。 カナダ、インドネシア、インド、オーストラリア、シンガポール、ベトナム、台湾国、ドイツ、フランクフルト、フィリピン、マニラ、フランス、パリ、北欧諸国、ロシア、モスクは韓国、中国、上海、北京、香港、タクシスオブ、香港、マカオ、台湾、台北なおこれらの他にも、個人タクシーやタクシー会社ごとの方針などにより他の車種を利用している場合もある。例えば、東京都内では、トヨタクラウンアスリートや、 メルセデスベンツ S クラス、BMW7 シリーズを利用した個人タクシーが実際に営業している。ありがとうございます。